板橋区は東京都の特別区の一つ、人口約58万人。2005年に夜間人口は50万7799人であるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は45万6425人で昼は夜の0.899倍の人口になる。 通勤者で見ると区内から区外への通勤者は14万1961人、区外から区内への通勤者は9万4337人と、労働人口の通勤では、区内から区外へ出る通勤者の方が多い。東京都編集、東京都の昼間人口2 0 0平成20年発行138から139ページ国勢調査では、年齢不詳のものが、 東京都だけで16万人いる。上のグラフには年齢不詳のものを含め、昼夜間人口に関しては年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に誤差は生じる地形。編集地質、編集基本的には東京都心と同じ温暖室潤気候に該当し、日本国内における気候区分は太平洋側気候に属する。ただ都心より郊外に位置するため、 最低気温はヒートアイランド現象の影響が小さく、都心より摂氏2度から摂氏4度低い。夏は都心のヒートアイランド現象の熱が東京湾の海風に運ばれ、最高気温が摂氏2度から摂氏4度ほど高い。また、板橋区内でも最低気温が板橋地域より赤塚地域では摂氏1度ほど低い。 ちなみに最低気温は東京都心と埼玉市の中間の場合が多い。板橋区では全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。以下は住居表示実施後の町名と当該住居表示実施直前の旧町名の一覧である。旧町名の後に途中期したもの以外は当該旧町域の一部である。板橋区の町名も参照板橋区役所管内。 中町区民事務所管内、時和大区民事務所管内、志村坂上区民事務所管内連婚区民事務所、管内下赤塚区民事務所管内、高島大楽民事務所管内五国法上と、子孫繁栄を願って、板橋区内の二つの神社で年の初めに行われる、伝統芸能、板橋の田遊び参照のこと。1951年に、埼玉県戸田市との間の境界線が確定した。 ことを記念して開催。毎年8月第1土曜日に開催されている。上記の通り、おおむね旧板橋町、旧城板橋村、旧志村、旧赤塚村の4地域に分かれるが、他に南部と北部の2地域分類、板橋、市村、赤塚の3地域分類、板橋、上板橋、市村、赤塚、高島平の5地域分類もよく使われる。板橋区において、 地域の分類は便宜的なものでしかなく、受け持つ行政機関によって異なるのが現状である。例えば、通常の板橋地域と上板橋地域と合わせて、抗義の板橋地域とすることも多い。また、上板橋地域を、時和大地域と呼ぶ場合もある。また、通常の志村地域と赤塚地域と合わせて、抗義の志村地域とすることもある。これは、歴史的に志村地域に設置された。 行政機関が赤塚地域も含めて担当することが多かったためである。かつての徳丸が原に相当する高島平、新河岸三園を高島平地域として独立させる場合もある。これらの地域の大半は旧赤塚村のため、通常は赤塚地域に含むが、志村地域に含む場合もある。逆に、西大、中大、若木などの西大地域を 赤塚地域に含むこともしばしばある。さらに、志村地域のうち、坂下、連根、東、坂下、船戸などの地域を連根地域あるいは、坂下地域と呼ぶこともあり、西大地域を除く志村地域と合わせたり、高島平地域に含める場合もある。赤塚地域は埼玉県南部とともに、近郊の風景を残している。区では、赤塚に支障を設け利便を図っている。 しかし区が南北に分かれてしまい、行事も板橋区民祭り、板橋農業祭りと日本立てになっている。これ以外にも区民事務所や地域センターによる分類、また大仙地域や大谷口地域、徳丸地域などといった細かい分類方法もある。板橋区は練馬ナンバーを割り当てられている。歴代区長区民事務所、編集、区の行政機構の一部を分担し、 地域の区役所的な機能を果たす。住民移動届の受付や証明書の発行、福祉サービス等の受付、各種公金の収納などの窓口サービスを行う。地域センター、編集地域活動に関わる幅広い業務を行う。板橋、熊野、中塾、中町、富士見、大矢口、時和台、清水、志村坂上、中台、蓮根、船戸、前野、桜川。 下も、赤塚、なります、徳丸、高島平の18カ所に設置。出展詳細は、板橋区議会を、参照詳細は、2017年、東京都議会議員選挙を、参照2017年の区割り変更に伴い、新河岸1.2丁目、船戸1から4丁目は11区から12区に移行した。周廃郵便局、無周廃郵便局市外局番は03。 市内局番は 39XX、59XX、69XX。東日本旅客鉄道最強線。日本鉄道により品川赤羽間路線として1885年3月1日、開通。当時の途中駅は、目黒駅、渋谷駅、新宿駅、目白駅、板橋駅であった。国有化を経て山手線と命名され。 1972年、池袋赤羽間を赤羽線に改称。最強線は、路線案内用通称で、1985年より、用いられている。最強線、日本国有鉄道により、1985年9月30日、開通。東京都交通局三田線、板橋区内の区間は、高島平駅以南が1968年12月27日、 高島平西高島平間が1976年5月6日、開通。東京地下鉄有楽町線、板橋区内の区間は、帝都高速度交通営団により、営団なります駅伊藤は1983年6月24日、営団なります和光市間は1987年8月25日、開通。福都新線、板橋区内では、 有楽町線と同一の線路を用いている。西武鉄道西武有楽町線、板橋区内では、東京メトロ有楽町線と同一の線路を用いている。東武鉄道東武東上線、板橋区内の区間は、東上鉄道により1914年5月1日、開通、かつて営業していた路線、編集かつて営業していた駅、編集かつて計画された路線、

高島平団地があることで有名。また、板橋区内には、都営住宅や集合住宅が多く点在している。主な住宅団地製造業が多く町工場が多い。販売小売業も、日用雑貨品を扱う事業が多くものづくりの町で、ある。歌手作曲家プロデューサー、ありがとうございます。